いどうもピョキンです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ゲッツ技アフターチェックポイントゼロかっこトロールということで、チェックポイントゼロを取ると悪いということでしょうか。何を言ってるんでしょうかね、この制作者さんは。チェックポイントゼロなんてないんですよ。トロールコースの作りすぎで頭ぶっ壊れてんじゃないのか。まあいつもぶっ壊れてるのは僕の方です。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.35%。まあ、チェックポイント0っていうのはおそらくスタート位置のことだと思うんだけどね。そして最初上に土管があったよね。あそこなんか来るんじゃないのか。あー、意外と何もないのね。開幕トンカチ、開幕何かをしてくることぐらい予想内なんですよ。トロールコースはよくある話だよね。ここは隠しブロックがあって入れないのか。じゃあオンオフをしてあのキノコを取れっていう感じだね。無機物、気をつけろ。数々トロールコースをやってきたけど、このコース危険だと僕の体がそう訴えかけている。このコロコロ追いかけなくちゃいけないんじゃないの。ニヤニヤしてんじゃねー。なかなか巧みな罠を作ってくれるじゃないか。初っ端こんなにたくさんの罠を設置してくるなんて。だが安心してください、こっからまだまだたくさん引っかかりたいと思います。ここは上には行けないね。なんか今日そういうの多くない、こっち行ったらダメで、ね、やっぱあっちみたいなリアクションに困っちゃう。分かってる、皆まで言わなくても分かるさ。自分がうるさいっていうことは。なんで今日のこのコース絶叫なんてしないで、冷静になってクリアしていきたいと思います。皆さん見ててください、静かなピオキングっていうものを。ここは右に行っても何もないということは、針に当たってあの四角の枠を叩かなきゃいけない、そういうことだろ。普通に出てしまった、ギャーとか。じゃあここは一旦叩いて下に逃げろと、そういうことですね。もう一回戻ってくるかと思ったら意外と大丈夫でした。この上は何もないのか。じゃあ右に行ってみるよ。そしておーして、何何もないの、なんか来て。なめるなよ、数々の難関トロールコースをクリアしてきた僕に諦めるという言葉は存在しないのさ。このドアなんか怪しいな、なんか飛んでくるんじゃないのか。いや一旦ドアに入ってみるか。すぐ入れってことかな。あ、いやちょっと一旦左に逃げておこうか。なんかすぐ入れそうな気もするんだけどね、このドアに。それじゃあ次の場面は何もしないのだけど。おいおいおい、誰か来てんだ。僕よくねショーンって言うと思うんだけど、言った時に羊のショーンを思い出すのは僕だけ。よし、中間ポイント、これ上が怪しいね。上は何もないのか。じゃあドアに入っていきたいと思います。絶対上行ってブロックが開くと思ったけど、天国への扉が開いたね。じゃあ今のとこどうやってすればよかったんだろうね。あーなるほどね、デカ状態だったら上に連れて行かれたのか。じゃあ今のやられるの不可避じゃんね。そしてこのツタ、何か出てくるのは分かってんだ。何か来い、動画の撮れたかを考えろ。ビーフンステン、なんかあなたが来ると思ったんだけど、あなたですか。ここでザコへ行くんだろ。ならば急いで行こう、それが正解なんじゃないか。あの四角の枠はジャンプしてもいいってことかな。ダメやん、これピーフーステン取っていいんじゃない。ピーフーステン取って下に行ってあの土管に入るみたいな。なるほどね、あの雲をわざわざ取る必要がなかったのか。はい、どうもこんにちは、猫のカリガリニアになって先に。わー反対じゃねえか、びっくりしたな、こっち合ってんの。なんか違うっぽいような気がするけど、このまま奈落の底に連れて行かれるだけみたいな、そういうわけでもないね。きっとこっちで合ってるよ。それじゃあドアに入っていきましょう。ん、どういうことですか、これ。どういうことなんですか。え、この上のドアに入ればいいのかな。そしたら先に進める。もうなんとなく読めたよ、これタイミングよくドアに入って真ん中の針のところまで行けみたいな、そういうことなんじゃないの。これ地味に難しいね、新しい知り耐久だな。このツタがなんともいやらしいね。はい。くそ、これめちゃめちゃ悔しい。よしよしよし、これマジで集中するね。こか、そして最後は一番右なのか。なんか遅い、はい。いやいや、本当にこの知り耐久は嫌だ、頼む。もう皆さんにこの場面を見せることはできないのでカットしたいと思います。最後の場所までカットしようね。僕いつも言ってるんだけど、見にくい方はですねスマホ簡単にしたらすごく見やすいです。さあ最後の場所まで来ました、はい。よしね、イエーイ、チャレンジだよ。じゃあこのガリガリに当たってすぐ左に逃げろっていうことか。この罠はうますぎる。あ、やば、これいける。よし、危ねえ。
てっきりもう一回ガリガリに当たらない剣と思いました。そしてこのハテナは、あ、またキノコくれるんだね。このキノコ取ったらダメなのかな。え、これやられないくらい、え、どうやって、あ、なんか上にあるよ。こっちが実は正解みたいな。え、また死にたい、究極を。でも舐めるなよ、こんなの僕にとっては楽勝なんだぜ。死にたい有名人を舐めるな。面白くなってきたじゃないか。2つ目のチェックポイントがある前に2つの死に耐久がありました。ということはこの先もっと死に耐久があると僕は期待してもいいんじゃないんでしょうか。死に耐久ファンの皆様、期待しておいててください。死に耐久ファンってなんだよ。ここは左オールブルー、これがナイスオールブルー、合ってたね。そしてここは何もしないでいいよ、僕多分何もしないのが合ってる。フラワー降ってくるんでしょ。なんか右に風が吹いてるな。一旦戻ってみるか、何もなさそうなんで。そしたらフラワーが取れて、もうやだここなあ、どうやってもう一回僕がこの死に耐久をしなくちゃいけないの。もうやめてよ。自分で言っちゃうんだけど、最近さ、僕がやるトロールコースめちゃくちゃ珍しい罠が多いですね。いや非常に楽しい。あんまり見たことのないような罠がいっぱい出てきて、なんという選別力でしょうか。僕これはコイン。いやちょっと待って、これ入れる、あ、入れるんだね。よかった、また新体験しなくちゃ。もうあとやねえか。もうこの状態で死に耐久しろってこと？この風船でそんなん楽勝じゃん。いい加減にせんか。ちょっとマジで集中しよう。チェックポイント2は取りたい、本当に。集中の方、集中。オッケーオッケー、こっから下に行ったらチェックポイントに。頼むって、ずるいぞそれは。そんなところから遠距離攻撃なんかしやがってよ、このロン毛が。ただ今のヒント僕は見逃しませんでした。ここでまず最初に氷ブロックを溶かす、そしてからピ風船を持ってくれば先に滑るんじゃないんでしょうか。多分これでいいよ。氷ブロックって残らないのかな。あー、溶かされてる、よかった。あ、しかもやられてるし、ざまあねえな。そしてこのまま、なんかさっきと違くないねえ。なんかさっきと違くない。この土管には入れませんね。ということはさっきの死に耐久にまた戻ると、そういうことなんじゃないんですか。ピッポじゃねえんだよマジで。ふざけるな。たまんないね、何かに目覚めそうですよ僕は、これ以上やると。でここで一回戻ってまた土管に入り直せば、ちょっと名前わかんないけど、あのロン毛がさ、いなくなるっていう感じでしょ。いやこれで先に進むのか、いやわかんない、作りがほんと巧妙すぎる。そろそろチェックポイントにあっていいよ。ちょっと噛みそうになったね、すいません。でもカットしないで、僕はチェックポイントにどこ。うわっやだここ。あ、いやでもなんか今中間ポイント取った音聞こえたね。よし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 、チェックポイントに無事取れちゃったね。それじゃあこんなドロールコースささっとクリアしていきましょう。あれ、これスタート位置じゃない。あ、そうだよね、やっぱりさっきと罠が違うみたいな感じかな。なんか一緒っぽいんだけど、こっから左に行ってファイヤー、え、戻された。でもね、どっかで絶対罠が違ってくると思うんだよね。それまでちょっと早送りしていい。なるほどね。あ、でもこれクリア。あ、そういうことか、そこでクリアができるっていうことで。じゃあ一旦やられて右を失敗すればゴールができるんかな。あ、でもこっからワンチャンやり直しが効くんじゃない。あ、熱い熱い熱い、全然ある。もうこの音楽は嫌だ。え、何、死に耐久なんじゃないの。こっからどうすればいいんだろうね。右側にとりあえず行けばいいのか。乗って右に行く、でこれに当たれみたいな。あー、なるほどね。あ、これ面白いけどさ、ちょっと反対っていうのがちょっと、早く早く、トカチ頼む、投げて早く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 
面白い面白いよ、この制作者さん。違うトロールコースもあったらやってみようかな。このハンマーが、待って、もうそんな振動はやめてって。その振動したら僕が流れるしかないんだからさ、早くこのトンカチに当たる。当たれない。もう僕ここカットしていいかな。そろそろ喉がぶっ潰れそうになってきた。あ、チェックポイント1取ってる。っていうことはまたこっからやり直しみたいな。ここまで来ればもうゴールは目の前だ。さあ扉に入ってここで右を進化すればゴールができると思います。そうだろう。よっしゃ、さあゴールに導いて。これ大丈夫だよね。ねえ大丈夫だよね。うめえうめえよ。なんでそんなことするのよ。もうすべてを理解しまくりんゴリラパンダンゴムシ。ここから先罠に引っ掛けることはないと思います。ここでキノコを踊って左から行けばゴールができると、そういうことなんじゃないんでしょうか。頼む。はい。なんでもうやだこのコース。頼むって。そのボムヘは何。なんかさっきと違うな、ここ。ねえ、何この赤いブロック。さっきよりちょっと難しくなっちゃうやんか、これ。これ、めっちゃ。頼むって。頼むって。楽しいか。人をこんなに痛みつけて楽しいか、もう。え、これ、いけないんだけど。ああ、よかった。いけた。一回行くのにもほんと苦労するな。一回僕はやり直しすればいいんだろうね。このドロールコースは過去最強にひどいかもしれない。もういいやろ、制作者よ。ここ右に行ったらいけなかったよね。そうなんでしょ。そして左にツタが出てくるかな。このツタに登っていく。これまだゴールさせてくんないの。もうゴールでいいって。だめ、いや、GG って書いてるな。本当に GG か。グッドゲームなのか。頼む。よし。ねえ、もう俺に立てつくんじゃねえぞ。すいません、口調が悪くなってしまいました。本当にとても楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオフィーリング160ということで、またわけわかんないコースを見つけてしまいました。どういうコースなんだろうねこれ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.93%。 まあゴール条件がなんかあったんだけど、ジュゲムを40体以上倒してからゴール。いや、ジゲム空浮かんでるよね。じゃあ踏んで倒すってことなんじゃないかな。いや、しかもジュゲムしかねえし。いや、なんこれ全然意味わかんない。とりあえず50コインの方置いておこうか。なるべく高い位置に置いておいて、こっからどうすれば。はいはいはい、パワーブロックね。パワーブロックの上に乗ろうか。このパワーブロックの上に乗ってこっからどうするかなんだけど、これ以上上に上がることはないんだね。っていうことはここでパワーブロックを投げてゴールできないね。宇宙に浮かんでるからかな。だがもう見えたね。このパワーブロックを投げる。そしてこの雲を奪って、14匹しか倒せてない。こっからどうするの。無理じゃんか、こんなの。逆に何もしないで見る。このパワーブロックの上に乗っておくじゃん。そしてこのマグマが下がった時にパワーブロックを上に投げてみる。そしたら一気に40体倒せるんじゃないかなと。夢見んだ。てかさ、これジュゲーム何体いるんだろうね。全員で40体だったらめちゃめちゃ厳しくない。じゃあ次は上から踏んでみる。踏んでみる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 。全然足んないじゃねえか。踏むのはダメっぽいね。なんで投げてもう一回パワーブロックを投げる。これが正解なんじゃないかな。そしてこれでゴールみたいな。多分こんな感じだよきっと。今のがいいヒントとなりました。このパワーブロックを投げるところまでは合ってる。そしてこのパワーブロックをジャグリングすればゴールができるんじゃないかな。今のめちゃめちゃ上手くなかった。しかもこれ多分最速だよ。見てて。さあどうなる。これが一発マリオ名人だ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。